琉球ドラマナイト閑古鳥の泣く夜。今夜も始まりました閑古鳥の泣く夜、役者の神崎秀俊と作家の小原武史でお送りします。小原さん、この間の、10月9日のトークライブ、はい、で、まあ、アンケートを、まあ、読ませてもらってて、質問とか受け付けてたんですけど、紹介できなかったやつの中に、なんか最近のその心霊スポットもしくはマンション的な情報はないですかみたいな。そういうの好きですね。皆さんね。なんかね、いろいろ聞いてるんですよ。やっぱりその、あんまり場所とか名前とか、まあそうですね。言っちゃうと、風評被害が起こるじゃないですか。はいはいはい。だからすごいぼやかして言いますけど。あるんですね、やっぱりね。ありますよ。まあ、本当かどうかわからないっていうのもあるけど、まあ、一番有名なのは、この界隈で、那覇市に、某12階か13階建てぐらいの、まあ結構大きいね、ちょっと大きめですよね。団地みたいなのがあるんですけど、そこがね、まあ、よくあるじゃないですか。1階、2階、3階で4階飛ばして5階みたいな。まあなってるんですけど、そこがね、結構その、確か東向きの、通路があるんですよ。で、それ東側に面してて、まあ手すりがあって、下見たらね、見えるみたいな。あそこで一回その、まあ子供がね、三輪車乗ってて、三輪車の上に立って、飛び降りられたんですよ。落っちゃった。事故かなんかでね。三輪車の上の下覗いてたみたいな。おそらくそうでしょうね。まあ三輪車動くからね、下ね。まあそういう、まあ噂ですけど、それからなんか自害される方がいるとか。あ、そうですか。まあ、そういう話はどこにでも、まあつきものですけど。そこなんか原因とかは言われてるんですか？なんか何かがある。わからないんです、それが。もう同じサイドなんでしょ？この右側のみみたいな。ってことですよね。東側ですね。東側のみですもんね。まあだから昔お墓があったとか言うんですけど、そんなこと言ったら沖縄ってそこら中お墓なんですよ。まあそうですよね。で、人が死んだって言って、まあ沖縄戦でそこら中で死んでますから、まあ一概にこれが理由っていうのはわからないんですけど。なるほどね。あとはまあその公共の施設。はい。これはよくあります。特に学校、体育館、公民館。はい。体育館やっぱどこでもね、僕も演劇とか前も話しましたけど、やるとやっぱり怖い、なんかね、2階部分とか怖いんですよね。はい。そこの奥側とかね、あとね、特に夜の体育館は。闇が怖い。なるほどね。僕も某会館に行った時に、調整室ってあるじゃないですか、2階上にね。あれの第1調整室と第2があって、第2は、なんか立ち入り禁止って言われて、で、一緒に行った俳優さんがね、小原さん、面白いもの見せるからって、ニコニコしながら僕を連れて行くんですよ、第2に。パッて開けて、まあ、カビ臭いなと思ったんですけど、電気つけたら、上の壁にお札がダーって貼ってあって、で、配電盤ってあるじゃないですか。配電盤の上にも貼ってたんですけど、その人は、小原さん、配電盤開けてごらんって言うんですよ。で、ピッて押したら、こんな飛び出した。開くじゃないですか。開きます。中にお札じゃなくて、お守りが、なんかね、下のところにいっぱい置いてあったんですよ。どんだけ出るんですか？出るらしいですね。というか、ほとんど聞いてないんじゃない？そんだけ。だからね、あんまり聞いてない。あとね、まあまあ、これは名護なんですけど、名護の某所に喫茶店があって、そこ出るんですよ。出る喫茶店。ただね、危害を加えるとかじゃなくて、常連さんが、おじいさんなんですけど、亡くなってから、たまーに雨の降る日に、あ、そう、常連さんがいる。外のガラスから見たら、常連さんが座ってるんですよ。あ、なるほど。で、マスターが、あ、死んだ人やと思って中入ったらいないっていうね。まあなんかそれは、まあほっこりはせえへんか。まあでも、ほっこりはしない。しないけど、まああんま怖い感じではないよね。常連さんが来てくれてる。聞いたんですよ、マスターに。その人のために、例えば、誰もいない席にちょっとコーヒーをね、置いてあげるとかするんですかって言ったら、いやって。なんじゃそら。ああ、そうなんですか。いや、未払いがあるからね、つって。若干恨んでるじゃないですか。ちょっと恨んでるみたいな。まあ、そんな話とかね。あとは、まあ、中部のボーリング場ですね。これすごい有名なんですけど、ポーリング場ってやっぱちょっと怖くないですか？なんかね、いろいろあるんですよ。なんか僕的にこの、なんていうかな、ボーリングの落ちるところが若干奈落っぽく、奈落でしょあれ。子供のとこなんか、あそこから向こうはなんか別世界みたいなイメージがあって、すごい怖かったです。だからボールとかどこに吸い込まれてんのかなっていうのはすごい怖かったけどね。まずね、その、チューブのボーリング場は、はいはいはい、横にカラオケ屋さんがあるんですね。一緒になってる。結構ありますよね。そういう一体化、バッティングセンター、カラオケ、ボーリング場みたいなね。で、1階から行くとね、ボーリング場入れるんですけど、2階は階段があって、はいはい、外階段から2階に行けるんですよ。で、入り口入って、左側が、まあ、カウンターで、右側に10人ぐらい入れる、まあ、大きい席があるんですよ。これが出るらしいですね。カラオケショーで。はい。で歌ってると、やっぱり窓から顔が覗くんですけど、で、あとね、壁と壁をこう、すり抜けるというか。壁と壁をすり抜ける、で、人が横断していくらしいですね。カラオケボックスですごい。で、こう、人が歌ってたら、歌ってる人の後ろを人が歩いていくんですって。そう、みんな目撃してる。そう、だから歌ってる人はびっくりでしょ？みんな悲鳴あげるんですよ、自分の歌で。なんか受けてんのかなみたいな。そうと単にこう人が通ってましたみたいな。じゃあ声とか入んないですか？この、お化けとデュエットじゃない。聞いたことあります。ある。声が入る。そう。でね、まあもう一つあるのが、そのまあ南部のボーリング場でね。ボーリング場のその後ろって、さっき言ってましたけど、あんまり普通の人は入れないじゃないですか、機械があってね。ああ、そうそう。なんかちょっとね、謎のとこというかちょっと。そうそう、ボーリングのピンをこう片付けたりとか、ボールをね、送り返す機械があるんですけど、あそこで、誰も知らない、関係ないおじさんが首を吊ったんですよ。で、その人が今も機械室でこう、もそもそ歩いてたりとか、首を吊ってられる姿が、あるみたいなね。なんかそのボーリング何なんですかね。呼ばれてるんですか、そのボーリング場に。何の関係もないおじさんなんでしょう。まあ、近くにいろいろあるのかな。あんまり詳しくは言えないですけどね。まあその、なんて言いますか、場所とかで何かその不幸なことが起きた、お墓があった、歌木があった、それを壊しましたって言って、後々ね、いろんな、まあ、不思議なことが起こるって場所は確実にあるんですよ。まあね。これはもう絶えないですかね。次から次へと。そう。だから、まあ、例えばね、お墓があった場所に何か建てましたと。したらそれを知ってると、心理的にやっぱり、あんまりいい気持ちしないでしょ。ここ、墓があったんやってね。そういうなんか、心理的なプレッシャーというか、外的な要因があって、そういうのが見えるっていう人もいますしね。でもさっきのカラオケで行くと、動画の前でもみんなカラオケに幽霊は見に行かないですよね。確かにね。そこでスーッと人が通るって絶対ね。そう。でもカラオケはよく聞くんですよ。あ、そうそう。国際通りのカラオケ屋さんもね。あるの？僕の友達がね、そこね、なんか窓が結構縦長の窓があるんですよ。ああ、ありますね。通路のね。で、なんかね、前一緒にカラオケ行ったら、彼が、なんか窓の外をじーっと見て、とか、なんか手でこうジェスチャーしたりとか、どうしたん？誰かおんの？って言ったら、いやよ、ここに、白黒写真みたいな人がよ。白黒写真みたいな。ビール持ちながら、こっちじーっと見てるわけって言って。そのうちガラスからこっちに入ってきたから追い出してたって言って。すごい。H さんって人ですけどね。定かですか？はい。定かですね。はい。いや、でも、まあいいんじゃないですか？ビール持ってきてんねんから。まあね。いろんなことがあるでしょう。一緒にやりたかったんでしょうね。だからまあ人の集まる場所には集まるんじゃないですかね。まあね。あともう一つ思い出した、これは放送局なんですけど、3階か2階に、今も公衆電話があるんですよ。10円入れるやつ。まあ、非常用に置いてるんでしょうけど。10円のやつ？そうそう、10円入れる公衆電話があるんですよ。すげえ、赤電話ですか？じゃなくて。いや、そうじゃなくて、テレホンカードも使いますけど、万が一の時にね、なんか置いてあるんですよ。で、そこに、よく亡くなった記者の人が電話してるらしいんですよ。それよくね、僕アナウンサーの方から聞きました。はい。見るんですね、じゃあね。だから、今もどっかに電話かけてるんでしょうね、記者の人がね。いや、すごいな。じゃあ逆にその人が電話かかってきたみたいな人いるかもしれないですね。まあ確かに。繋がって死んでるはずなのにみたいな。まあでも、まあ場所に宿り霊っていうのはね。まあ、ね、人は必ず死にますからね。そうですね。まあこういう話というかこういうのはまあまあ尽きないでしょうね。うん、で、この録音してるこのビルもね、なんか、うん、さっきも音してましたからね。ねえ、らしいですね、車に。バーンと音したんですよ。だから本当にモモディの一晩泊まってやってみようみたいなね、企画をぜひやってほしいんですけどね。泊まってみよう。カラオケツアー、ボーリングツアー。カラオケツアー、ボーリングツアーも、ね。いるとこに必ず行くっていうね。歌きでキャンプとかね。歌きでキャンプ。チャレンジかもしれません。はい。お願いしますね。はい。今夜のお相手は神崎秀俊と小原武史でお送りしました。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。